パープロスタジオ、はい、ということで今日はですね、なんと久々に普通のパープロやろうじゃないかという久しぶりでございます。で、何をするかと言いますと、まあ、なんか日本代表作ってくれたみたいじゃないですか。そう、アンダー25代表対オーバー26代表の対決をしたいと思います。おー、今俺も初めてオーダー見たからな。うん、めっちゃオーダー事故ってるけど大丈夫。あ、これよくわかんない。セカンド中村だけど大丈夫セカンドバッケンだけど大丈夫、まあ、まあオーダーも紹介しがてらね。そうだね、のりさんが作ったオーバー日本代表、はい、キャッチャーが中村と、セカンド中村と違いますよ、俺これじゃないよ。一から俺が作った方がいいんだ。あ、そうだね。え、俺作ったんだけどな。いらないんじゃないこいつ。いや、いらないと思うよ。まあね、一応ロマンとして入れときます、ね、うん。あ、でもうちから絶好調だ。やめた除外されたこれちょっと、ね、ピッチャーもね、豊富です。やっぱエース級がみんな菅野とかいるんだ。そう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 。あ、でもなんか若手の方がピッチャー強いね。うん、じゃあ、当の若手とか。そうだね、だのジジイとか。だのジジイ、だのジジイでやめて、だのジジイは。ちょっとね、あんま岸田の強しなそうなんで。来たよ、菅野。東浜とかに無理弱そうだね。あ、まあ、僕はこれで OK です。はい、じゃあ、アンダーいいんじゃないですか。パピオン、ピッチャーは、ピッチャーが、まあ、今日は豊富ですよ。まあ、あ、そっか、大谷いるやん。大谷使おう。大谷バッターにしましょう。あ、じゃあ DH にしようかな。まあ、ここら辺で遊べるというね。こんな感じで。お、7番大谷っていうわけわかんないよね。菊池も25位かな。ああ、そう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 。え、だって俺らの、あ、25ちょうど。へ、なんで、まあ、菊池さんで行こうかな。うん、なら、じゃあ、じゃあやっていきましょう。いや、面白そうだ、これ。いやー、これはもうね、どっちの日本が強いかっていう。いやー、そしてユニフォームがほぼ一緒ちょっと事故起きてない、手違いでね。もうすげえ、かっこいい。かっこいいですね。ジジイが強いのか、ガキが強いのか。さあ、しかもユニフォーム統一されてない。投げた、膝元、あ、もう、あれなんだ。バッターよく見ました。カウンター2ボール、ストライク。ユニフォーム自由だし。次が4球目。もうオールスター。渾身のストレート空振り。投球これから5球目。あ、それはいい。うわー、それはいいだって。ボールは中継。晴れたつな。審査員がいる。バッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第9球。肩のカーブ見送ってストライク。いや、なんか本当に。ストライクだった。二塁送球。ああ、肩。これがバッティング。これがバッケンの、すげえ今の。カウントはワンボール、ツーストライクです。うわ、ナイスシャー。バッターは3番、柳田、第9、投げました。ボール、まずアウトコース低め。投げました。変化球ストライク、アウトローへ。タイミング合いません。ボール、カウンター2ボール、1ストライクです。投げました。決まった、ストライク。さあ、次は5球目。打った。切れていきます。ファール。第6球を投げた。ボール。フルカウント。第7球を投げた。打った。うわー、え、今も普通のストレートだな。ボールは中継。ボール球になった。柳田、ナイスバッティングです。さあさあ、ジジイ軍団。初球を打ちました。打ち上げ持っていきます。スリーアウトチェンジ。いいねー。オードル初回は楽しいな、この試合。一回の裏、アンディ攻撃に入ります。先頭バッターは西川。初球を打った。ショート右、一塁送球。アウト。これでワンアウト。さあさあさあ。右バッターボックスは今宮。今宮。うわ、なんか気持ちいいな、この打線。初球から打った。セカンド左、一塁へ送る。フォークダリーだ。これでツーアウト。5番のジャパンの方が強いかな。ちょっと。初球スローカーブ空振り。うわ、意外にうぜえな。投げた。アウトコース高め。いつも俺菅野使ってるからさ。カウントワンボールワンストライク。
3球目空振り、キレの変化球、うざいな。投げた、打ちました、ファール、ね、次は5球目、やばい、普段使えない選手使うの楽しいな。トップバッターは丸、初球はストライク、1球目ストライクから第2球ストライク、バッター追い込まれました、追い込んでから第3球を低め、最後は156キロストレート、投げました、初球決まってストライク、まずは見送りました、投げました、見送ってボール、カウントワンボールワンストライク、真ん中に伸ばしてストライク、荒れてるね、投げました、ボール、カウントはツーボールツーストライク、投げました、打ちました、ショートバウンド取った、ここはうまい守備に阻まれました、バッターは DH の糸井、第9投げました、アウトローへストライク、まずは見送りました、粉砕してるぞ、2球目空振り、あれすぎだろ、投げた、一つ外してボール、膝元外れます、カウントワンボールツーストライク、次は5球目、見送ってボール、カウントはスリーボールツーストライク、打ちました、ショート左への打球、いやしゃい、てかイケメン二遊間やな、2回の裏アンディ、さあ日本の4番、先頭バッターは筒香、初球見送ってストライク、初球ストライクから、それ日本の4番を背負ってますからね。あ、エセストンズだ。ボールを取る、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番、鈴木。こいつもタメですからね、俺らと。打ちました、初球打ち。ナイス、あー、惜しい。第2球。アウトサイドストライク、これで追い込みました。投げた、アウトコース低め、おー、ワンシームとか。ここで使うんや。投げた、ストライク、うぜえな、菅野、俺たちのバッテリー、これはショート場所、いいね、一塁使えてるね、アウト、スリーアウト、おい、むずいぞこの試合、3回の表、オードきたー、トシロー、この回の先頭バッターは宮崎、打った、バットが行ったしょ、行ったしょ、行ったしょ、ライト止めた、いいね、素晴らしい、これはちょっと見ましょう、嘘でしょ、おい、うわ第9投げました、縦のカーブ、ボール、ここはよく選びました、投げました、2球目ストライク、5球は3球目、投げました、ボール、慎重に攻めてきます、カウントは2ボール1ストライク、うわー、次は5球目、危ねえ、インコース低め、しゃっ、見逃し三振、いや、もったいなかったな、あれ、第9初球を打ちました、いいねー、これはもうセーフでしょ、はい、完璧、秋山勝負、まあ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 、これにするか、これ第9初球打った、オッケーオッケー、掴んでこれでスリーアウト、よし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 、やばい、俺まだね、ゼロ本塁打、攻撃に入ります、先頭バッターは指名打者、ゼロ塁打です、初球打った、三遊間の当たり、一塁へ送る、いやー、これでバッター、しずれえな、菅野って、バッターは8番、甲斐、そろそろワンシーム見送って、うわ、ワンシームうざ投げました、打ちました、サード左横のゴロ、アウト、これでツーアウト、やべえな、打てねえ、上林、菅野パイセンに完封されるんですか、危ない球、いや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 、ノーヒッターされていいですか、ジャパン、変化球ストライク、インローへ、ジャパンともあろうものが、投げた、セーフティーバントだそういう作戦きた、そう、これね、流れをね、ちょっと変えようかなみたいな、投げた、アウトコース低め、やべえ、この回はクリーンナップからの攻撃になります、トップバッターは柳田、初球打ってきた、ダイレクトのワンドウト、それやばいんじゃないですか、ちょっとやばいね、これさ、いっちゃいますよ、ライに倒れています、打ちました、いっちゃいますよ、皆さん、危ない危ない、やばいっすよ、もう何投げても通用しないっすよ、おい、オッケー、やばいぞ、うわ、はい、オッケー、変えときかもしれないね、見る送球、ランナーがストップ、2塁セーフ、バッターは5番、丸、大きな声援が届いています、投げた、ストレート、いきなり55キロ、投げた、ストレート見送ってストライク、バッター追い込まれました、あっとスリーバント、ピッチャーの左へ転がした、ピッチャーから一塁送球、アウト、やばいぞこれ、1点取られるぞ、さあ行こうぜ坂本、超えます、おい、いいとこ、ここで豊富な投手陣をね、センガーで行こうかな、アンディ、さあチャンスが広がって坂本、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています、あ、いいフォークだ、やっぱ
化け物フォークありますからね。投球はこれから3球目、3球目空振り、えぐ投球、これから4球目打った、いいよいいよ、よっしゃー、うまい、あぶねえ負けられねえ。まあ、左バッターボックスはトップバッターの西川、ね、最初のバッターボックスはあっとセーフティーバントだ、取った、足速いよ西川、いやフィールディングうまいな。ワンアウトランナーはありません。バッターは2番今宮、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れます。流し打ちどうだ、うん、西川、はい、ーやばい、打ったファール、はい、オーケー、初球ファールから第2球投げました、空振り、はい、オーケー、うっせー、投げました、バッチングだろうね、振っちゃうよね、ボール球でも振っちゃいますよね、やばい、ちょっと完全試合されてるぞ。バッターは DH の糸井、オードル、おい、あと1ミリで場外ホームラン、惜しかった今の。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番宮崎、第1打席はライトフライ、打ちました、ファールボール、いいね。第2球投げました、アウトロー際どい球、ボール、いい、ね、バッターよく見ました、カウント、ワンボール、ワンストライク、うわー、これが出た、投げました、打ちました、ファール、よし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 、第5球投げました、お化けすぎる、やばい、入ってくる、おかしいだ一発いきましょうか、お兄貴、中村から、中村ね、中村交代、うわー、嘘でしょ、中村やばっ、今のマジか、低め外角ストライク、投球ここから2球目、完璧、完璧、このボールも空振り、バッター追い込まれた、かっこよすぎない、セーフティーバント、完璧よ、バッターアウト、3バント失敗、よっしゃ、さあ完全試合でいきましょうか、やばい、ほんとだ、完全試合やられるやん、いきましょうか、やばやべやべやべ、さあここは守備を変えてくるようです、さあ見せますよ、投げた、危ない球、これで1本ね、打ってくれるはず、投げた、空振り、オッケー、投球はこれから3球目、危ない球、第4球を投げました、打ちました、1、2塁か、菊池、やばい、送球アウト、これやばいよ、ヒット1本打ってないよ、ジャパンで完全試合やばいんじゃないの、恥ずかしいよこれ、ちょっと第2球、やばいぞ、投げました、打ちました、いい当たり、よっしゃー、やーぶねー、さすがにね、スライドってもんがありますから、あーさすがに、第9投げました、インロー、ボール、これで俺はもう逆転狙ってるからね、第3球を投げました、見送ってストライク、投げました、外角低め、空振り三振、バッターは指名打者大谷、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れます、はい、オッケー、決まってストライク、はい、オッケー、次の1球は最後となるか、ワンチーム、はい、オッケー、早いわテンポが早いわ、始まった、構えてないよ、まだ始まった、テンポの文句が始まりました、テンポ早い時あるからな、テンポ早いんだよな、ありがとうございます、はい、ということで、いや、どうでしたか、オーバーの方は、やっぱ、まあ、強いっすよね、強いね、まあ、でも意外と打てなすぎなんじゃないの、ノリが、まあまあ、そうだね一番あったかも、いや、ちょっとね、菅野が良すぎる、いやでも千賀エグかったけどな、まああいつで先発いっとったらっていうことはあったかもね、いやなかった、いやないね、うん、ないね、ないね、うん、同じ球しか投げてこないから結局初戦3回ぐらい捕まっちゃうからやられてたよ、どうせ逆にもったいぶりすぎたから、あもっといろんな投手使えば、なるほどね、そう、目慣れなかったのにずっと同じので引っ張ってたね、そうそうそう、いや逆によくあいつ0点だった、あー菊池ね、うん、君のところのエースですよ、捕まり始めてたけどね、でも点取れるんだろう、うん、まあ千賀さんにした途端にやられたね、やっぱね、ちょっとね、使える球が1個しかなかった確かに、うん、あれはフォークを使わざる、そうなのよ、そうです、まあノリさんは感想は、打てないねそれは自分じゃないですか、全員の問題でしょ、それチームの、まあチーム的には結構バランスいいのかなとは思ったけどね、ちゃんと4番もしっかりしてて、で足も使えてっていうメンバーがいる中で、やっぱ打撃力がないかなっていう感じはあるけど、逆に言ったらやっぱこれからの代表を担うわけじゃないですか、うん、でこれからの代表はちょっとなんかパワフルな攻撃がないんじゃないかな、あーなるほどね、やっぱもうオーダー見たらさ、
やっぱもうオーバーの方がさ、もうあもういつでも打ちそうだな、うんうん、感じがあるから、やっぱ投手ってさ、関係ないじゃん。そうだね、もうどちらかといったらもう若い方が強そう、うんうん、っていうことは別に年齢とかじゃなくて、単純にもうその世代の人たちがそういう感じ、うん、あんまりホームランみたいな、足使っていく野球になっちゃうのかな、やっぱりね。そうだね、スモールになっちゃうかもしれないね。でもガチのオーバーたちのさ、うん、先代たちは打ってスモールできてたから。あ、そうだね、 あの優勝してた代ね。そこなんですよ、スモールしかできないね。スモールじゃちょっとね。あー、なるほど、優勝してほしいよ、ね、っていうちょっと気持ちも込めて今日はね、そうですね、この代表戦のりさんが作ってくれた、はい、やりましたんで、面白かったらチャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。チャンネル登録、そして第3回ドラフト会議もね、もう始まりますんで、おー、はい、乞うご期待、お楽しみに、よっ、バイバイ。